パリオリンピックの閉会式が日本時間12日の午前4時からスタッド・ド・フランスで開催。選手団入場の際には開催国フランスをはじめ、各国の選手たちが日本でもおなじみの、センス、を持っている姿が見られ、話題になっています。17日間にわたって開催されたパリオリンピック。そのフィナーレを飾る閉会式が行われ、選手たちは携帯電話で写真や動画を撮ったり、 国旗を片手に持ったりしして入場します中には現地で大盛況だという扇子を持っている選手の姿もあり開催国のフランス選手団は国旗を連想させる絵アメリカからは女子サッカーの金メダルメンバーで NBA で活躍したデニス・ロッドマンさんの娘であるトリニティ・ロッドマン選手が赤い絵の扇子を手に持つ姿がありました日本選手団の中には 田中希選手が文字の書かれたベージュ色のセンスを手に持っていました。SNS では、センスは配られてるのかねセンスは大会側からのプレゼント、センスを持ち込むティームジャパンセンスいいな、なんかセンス持ってる人多いねなど、多くの声が寄せられています。